ったの。ヒデさんってあんだけ功績残し、功績の残した上にあの人格者まで言われてる、海外では言われてるわけですよ。で、ケッティも全く同じこと言ったけど、そういう人はいない、めったにいない。サッカー界にそういう人はめったにいないと思ったけど、いや普通にあのどのスポーツでもそういう人いないわ。人格備わって、大谷翔平は人格者っていうよりはただその猫かぶってるだけだけど、本当の意味の人格者、それって言うとサッカーに限らず、ね、あのバスケでもあのサッカーでもサッカーってか野球とかでもいないんですよ。ジャンルとしてそのカテゴリーざっくりカテゴリー的に言ったら、まあ、野球で言うとなんか落合さんみたいな、そういうなんつうの、歯に衣着せぬじゃないけど、そういうもうそのそういうの言う、直接言うみたいな、でも全然違うから。落合さんもすごいね。また別だと思う。概要をさらうと、その、まあ言ったら先駆者で、もうとてつもない成績を残したと。多分後にも出てこない、多分そのレベルの。で、そこの現地どころか、日本でも大した成績を出せなかったやつらが、その上の世代が、まあ自分はもちろん、全く、その、なんていうの、実績も、実力も全くない。装ってるだけで、実態がもうピラピラのやつが、まあしがみついて、そういう経緯に、しがみついてキュウキュウとしてんだけど、彼は自分の実力でもうその世界的にその認められちゃったと。先輩の自分は何もできなくて、ただその会社っていうか組織にしがみついてるだけでしょ。ものすごく嫉妬してんだろうな。ないし、ものすごく、もう、
異次元な差が出てしまって、どうやってやったらそいつを引きずり下ろすかっていう、それにつく。だから実は日本国内ではもうそういう人ばっかりだ。だから隠されてるし、本人も別にそんなバカじゃないから、そんなの言わない、粋な大人だから。だけど、そういうふうに、もう世界的にはもうそういうもう、そう、日本って言ったら中田みたいな感じだ。でもこれはもうずっと変わんないと思うよ。未だに、引退して20年以上経ってるけど、未だに行ったらなんかすごい歓迎される、されると思うよ。いかにすごかったか。大谷の日じゃないの。だからまあもうだからアメリカってそういう感じなのよ結局。ぶっちゃけそうするでしょ。部長、大谷って端的に誇張された、誇張されてる存在だから今の世界一流の選手も日本に来た時にその目の色を変えてそのリスペクトしてその挨拶に来るわけです。すごいです。並大抵のことじゃないんだよ。